はい、どうもボーイです。本日は4月17日に放送されましたマイファミリーの2話直後の考察といいますか感想の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ボーイの考察チャンネル。今回も非常にテンポ感があってですね、面白かったですけれども、早速内容の方を振り返っていきたいと思います。警察排除へということで、前回放送された動画を見てですね、子供を思う気持ちに9割以上が好意的な反応を示したと阿久津からフィードバックがありました。阿久津ですね、ちょっとはやっぱ怪しいかなっていうところなんですけれども、まあ動画は概ね好意的に受け入れられたという感じですね。で、警察内部ではカツラギは外した方がいいんじゃないかっていう意見も出てくるんですけれども、カツラギは諦めが悪いすぎるというところでしたね。あくまでも犯人逮捕にこだわる警察というのが描写されました。そして翌朝ですね、報道協定が破られてマスコミが鳴沢家の周りにあふれ返ってしまいます。そんな中、警察はついに出ていくということになるんですけれども、一人だけ警官を残すことを提案するも、それは鳴沢家に拒否をされてしまいます。そこに鳴沢家にですね、とある訪問者がやってきます。大学時代の友人である東堂ですね、こちらが助けに家にやってきます。警察出身である彼は警察のどういうやり方をするかっていうのが分かってますから、盗聴器やカメラなどがないかどうか調べたんですけども、なかったと。警察は古いと言ってましたけれども、これなんで仕掛けてなかったんですかね。盗聴器とかカメラとか普通仕掛けてそうだなと思ったんですけれども、誠実さを見せるためなのか、そういう不正はしないということなのか、ちょっとよくわかんないですけども、いずれにしてもなかったですね。そしてハルトのお母さんであるマユミとミチルのお父さんであるマサフミが鳴沢家を訪れます。餅は餅屋という表現がありましたけれども、2人は少し昔ながらの考えを持っているというような描写がされていました。そして葛城は4年前の小春ちゃん事件ですかね、との事件との関連をまだ疑っている様子というのが描かれています。はるかな立て直しということですけれども、阿久津と、立脇備前が、ウェブでまた会議をしている様子が描かれるんですけれども、立脇さんにできるのは会社の立て直しですよというような助言をします。そこでひらめいたのが感謝と同情を誘うような SNS の投稿ですね。その SNS 投稿というのは受け入れられて、ゲームの課金とかが集まってですね、はるかなオンラインは業績を回復するわけですね。ここも阿久津の狙い通りだったような気がしてですね、あとはこの立脇のこの微妙な何とも言えない、この後鳴沢家に行くんですけど、その時もそうなんですけど、この何とも言えないこう負い目をちょっと感じているような表情みたいなのが気になってですね、やっぱ阿久津に協力者がいるとすれば、かな子、立脇かな子なのかなっていうふうには思ってますね。そして春人は警察を完全に排除するためにハルカナオンラインゲームスの顧問弁護士に相談をするんですけれども、依頼は引き受けてもらえませんでした。その時のハルトのセリフが非常に印象的ですね。妻と約束したんですよ、自分たちの力だけで娘を取り戻そうってっていう、非常に強い覚悟が感じられるいいシーンだったかなと思います。そしてその後ハルトはですね、弁護士の三輪に助けを求めます。しかし拒否されてしまいます。そこに警察がですね、今度三輪に協力を要請しに来るんですね。その話の中で分かったんですが、三輪には娘がいて、これは前回もちょっと出てたかな、娘がいて、過去にミチルとの交際歴があったということが分かりました。あとですね、警察はかな子に疑いの目を向けているということが分かります。ここはですね、ミチルを口説くための誘い文句の可能性もあるんですけれども、ハルトが事件に関わっている可能性もあると指摘していました。ミチルの気持ちというところなんですけれども、ミチルとかな子のあの微妙な絶妙な距離感ありましたよね。あれは後々まだ何かありそうだなっていう感じですね。もちろんミチルはかな子に対してはあまりいい気持ちっていうのは抱いてないと思うんですけども、仕事ばっかりになってるハルトと一緒にいるかな子ですから、ましてや一緒に会社を立ち上げたかな子に対してはあまりいい気持ちではないというのはそうなんですけれども、本当にそれだけの距離感だったのかなっていうのはちょっと気になりました。で、三輪とミチルが直接会うわけですけれども、三輪に冷め切った夫婦関係を指摘されます。その後ミチルは警察に協力するというような形でママ友に扮して警察が鳴沢家に潜入をします。皆さん、これはもう見ていただいた通りで、実はミチルは警察に協力するふりをしていただけで、三輪も鳴沢家に協力をしていました。ハルトが友果を思う気持ちというのをミチルは最後信じたというわけですね。無事に潜入した警官の排除にも成功するわけですけれども、警察が自宅近くで監視していたこともリークします。そして家主からの退去要求を警察に突きつけることに成功します。犯人からの電話がかかってくるわけですけれども、このままだとミチルが壊れてしまうと、交渉に支障が出てしまう、これじゃ不都合じゃないですかと
という交渉に出てですね、友果の生存を無事確認します。このシーンもですね、起点が効いてるというのもそうなんですけれども、ミチルとハルトの家族の絆というのがですね、少しずつ取り戻されている感じがしていいシーンだったなと思います。徐々に家族再生ということで、この物語は結局最終的にはやはり家族再生物語ということになってくるんですけれども、まだ完全ではないですね。お互いに裸は見せ合わない関係ということでした。ただハルトの背中を拭いてあげたりだとか、ハルトの撮った写真がミチルのスマホ画面に出ていたりだとか、少しずつ少しずつ家族が再生されていくという描写がされています。最後、次回のフックになるところですけれども、警察は真由美と正文に協力を要請して、おそらく2人は一旦は受け入れるというような形になったかと思います。最後にですね、3話の注目ポイントを挙げて終わりたいと思います。確実に身代金を渡すためのハルトの秘策が次回出てくるということで、ここはですね、次回注目していきたいと思います。そして一応考察じゃないんですけれども、じゃあ犯人誰なんだっていうところなんですけども、僕はもうここはストレートに阿久津でいいのかなと、ネックスの代表の阿久津でいいのかなと思っています。で、立脇か備前が協力している可能性があるかなと思っていて、僕は多分立脇が協力してるんじゃないかなと思います。そう考える根拠はですね、次回予告でちらっとだけ出てくるんですけど、立脇の計画通りに進んでいますということで言っていますので、これが阿久津との計画なんじゃないかなっていうのが僕の考えになります。ただですね、これあくまでも善意の計画なのではないかなと、家族、大きい意味では家族再生も含めてですね、家族再生とあとハルカナオンラインの会社の再生ですね、それらを含めて善意の計画ではないかなと僕は思ってます。全く関係ない可能性もあるんですけど、この計画通りに進んでいますっていうのが、もう全く関係なかった場合も犯人全然今までに全く出てきてない人ですっていうのも全然あり得るかなと思います。ただですね、僕は今のところ阿久津の協力者立脇だと思いますね。ワンチャン備前もあり得るかなと思います。もしこれ外れてた場合はもう全然関係ない人っていうのもありますよね。このドラマはそもそもサスペンスっていうかミステリーっていう感じではないので、かなり僕の妄想が入っちゃう部分もあるんですけれども、そうでなければ何でもない人っていうのも全然ありかなと思います。結局警察は完全には排除できていなそうですね。次回予告でもがっつり警察出てきてましたので、結局警察は排除できなそうです。そして友果誘拐編っていうのは次回完結する様子ですね。なので今後の展開にも期待していきたいかなと思います。最後にちょっと前の動画でもご紹介させていただいたんですけれども、中村もこうさんのですねコメントをご紹介したいと思います。考察お疲れ様です。このドラマ考察できそうですね。今のところともかちゃんが立脇かな子に相談して会社の経営難と阿久津の買収タイミングが相まって誘拐計画を実行したと考えます。身代金5億がハルトが用意できないことで阿久津の買収に応じることを見積もった金額だと思いました。今後のかな子と阿久津の関係も注目ですということで、中村さんいつもコメントありがとうございます。前の動画でもご紹介させていただいたんですけど、僕の今回の今のところの結論というのはほぼこの考えかなと思います。そして、善意の計画である可能性が高いかなと思ってます。前の動画でも言ったんですけど、5億というのが自分の力だけでは用意できないというのは経済状況を把握していて、なおかつこの株を売却すればですね、用意できる可能性があるというところを考えていると、全てが都合よくできすぎちゃってるので、阿久津で、立脇と協力してるという感じでいいのかなと思います。友果ちゃんがどこまでその計画にこう踏み込んでるかっていうのは、正直僕はそこまで踏み込んでないとは思ってるんですけれども、ほとんどこの中村さんの考えと僕の結論は同じになりました。ボーイの考察チャンネルということで、今日の動画は以上になります。また3話以降も動画上げていきますので、ぜひよろしければチャンネル登録をお願いします。また高評価コメントお待ちしておりますので、どしどしよろしくお願いします。以上になります。ボーイでした。バイバイ。